って堀米、堀米仕掛ける、浮かして矢野、折り返す、ここもビッグセーブ、白井ビッグセーブですね。マブンスキー拾った、ファンマへ、さあファンマ、ファンマ入れた、小島よく止めた、上福本、今日一番の決定機でした。大宮今のは決めたかったですね。いいボールが出そうです。あ、股抜きですがよく抑えました。岡本、岡本は予想してましたね、股抜きを。僕は江坂当たる、うん、裏に出た、チャンス、瀬川完全に抜け出している、キーパーと1対1、打ち切れるか、キーパー鈴木亮太、もう一度右足されていきました。鈴木亮太ビッグセーブ。しかし左足1本よく止めましたね。そうですね、赤嶺は右につないで久保田、さらに預けて広木、上がってくるエリアの右からクロスボール、上がる、ゴール前、ヘディング仲間、もっとキーパーセーブ。増田がいい形で阻みました。止めましたね。川田、ここは勝ったボールキープ、香川だ、さあ中には2人入ってきた、イジョンゴキーパー、いやーナイスセーブ。鋭い反応が持ち味のこの串引き、今日もそのいいパフォーマンスが続いています。やはりね、あのいいポジショニングを取っているからこそのプレーだと思いますね。もう一度高木、中へ、このボールヒールでスラしてレオナルド、さあゴール、白井のスーパーセーブ、かき出しました。よく触りましたね今ね。やっぱりペナルティエリア内で何かが起こるっていうね、ボールが、はい、